この時間は茨城新聞茨城放送リポートをお送りします。まずはじめに日立市からのリポートです。日本最古のカンブリア紀の地層に焦点を当てた特別展覧会が日立市郷土博物館で開かれています。特別展示日本最古のカンブリア紀層と郷土日立では、県北地域の日立市と日立太田市にかけて見られるカンブリア紀から新生代までの地層の岩石や鉱石、化石などおよそ200点を展示しています。カンブリア紀の最強の生き物アノマロカリスのフィギュアや触手の化石も展示しています。ここに陳列してあるのはカンブリア紀の生き物化石です。日立では化石はまだ出てないので、これらの化石は皆世界のあちこちで出たものを集めています。特に見ていただきたいのはこのアノマロカリスっていう化石です。矢印の先のところにちょっと茶色くこうなったところがあるんですが、それがアノマロカリスの触手の部分の化石です。アノマロカリスというのはカンブリア紀の時代に一番強かった最強の生き物です。まあ、エビカニの仲間、節足動物っていうんですが、エビカニの仲間になりまして、1メートルとか2メートルの大きさになりまして、他のものをバリバリ食べていたというふうに考えられています。こういうものがカンブリア紀の海の中を泳ぎ回っていたということになります。カンブリア紀の時代の生き物の中で特に重要なのがピカイアという生き物がいます。これはお魚の先祖、脊椎動物の先祖なので、これらが進化して哺乳類になって最後は人になるという、そういう生き物になります。こういう生き物がカンブリア紀にすでに出ているということですね。フロアの13点は触れる標本です。5億年前の岩石や三葉虫、恐竜の上腕骨などです。これらは全部5億年前の岩石です。日本最古の地層の岩石になります。一番こちら手前にあるのが変成花崗岩といいまして、5億年昔の花崗岩になります。現在非常に複雑なこう凹凸をしていてですね、長い歴史を感じさせるものです。全体は変成岩になっているんですけども、特にこれを見ると地層であるっていうのがよくわかると思うんですね。こうしましまになっています。でこの5億年の地層はですね、火山岩の地層なので、火山灰がこう積もった地層になってるんですね。それでこういうしましまになっています。これはまあ完全に変成岩になっているので、ちょっとしましまが、ちょっと流れているような感じで見えてますけども、こちらの岩石に来るとよくもっとよく分かって、元の火山灰が積もったという状況がよく分かる岩石になります。ぜひ触って見ていただきたいというふうに思います。日立市周辺の新しい地層から見つかった化石で、古代ゾウのステゴロフォドンの頭の骨、鹿の足跡、巨大サメの化石も紹介しています。特に飾ってあるものもいろいろその様々なですね、カンブリア紀から時代のこう載せて展示されてますんで、これ素晴らしいなと今つくづく感心して見て回ったりとか。会場4カ所で映像による大陸の移動や生き物の動きなども再現しています。ケーブルテレビで放映してた。でこの全体を見てもらってですね、地球の歴史っていうのは非常に長いんだという、非常に大きなロマンを持っているということを見てもらいながら、地球の環境、地球を大事にしようという心を育ててもらえればというふうに思っています。カンブリア紀層の特別展示は8月31日まで開かれています。続きまして石岡市からのリポートです。第1回県障害者フライングディスク競技大会が24日、石岡市の八郷総合運動公園で開かれ、県内外から参加したおよそ180人の選手が競技を楽しみました。障害者にとって安全性が高いスポーツであるフライングディスク競技を普及するのが目的です。試合に先立って開会式が開かれました。障害者スポーツは健康の維持管理、社会参加と自立の上でも非常に役割が大事になっているわけであります。先生、僕たち、私たち石岡の地でフライングディスクをすることを楽しみにしてきました。今日一日楽しく元気に大空に向かってディスクを飛ばすことを誓います。平成26年8月24日、選手宣誓の後、
ラジオ体操で体をほぐした選手らは掛け声に合わせて一斉にディスクを投げて大会のスタートを宣言しました。5、4、3、2、1、スゴー。大会は標的の輪に10回投げて何回通過するかを競うアキュラシーと飛距離を競うディスタンスの2種目で行われました。アキュラシー競技では選手が投げたディスクが標的を通過するたびにナイスゴールの掛け声が飛んでいました。競技終了後にはグループ別に表彰式が行われ、全員にメダルが贈られました。バンザーイ、バンザーイ、バンザーイ、はい、おめでとう。10枚中8枚入りました。とても嬉しかったです。バッチリ。絶好調。来年は優勝したいです。部活であるとか、それから福祉施設の中で練習している皆様の練習の成果をこういう場所で発揮してもらえればということで、第1回茨城県障害者フライングディスク競技大会の方を開催する運びとなりました。177名という県内外から選手が集まっていただいて、こういうふうに大きな大会として開催できることをとても嬉しく思っています。はい、これをきっかけにできるだけ多くの方にこのフライングディスクを知っていただいて、より楽しんでいただければと思っております。大会には高校生や短大生のボランティアを含めおよそ90人のスタッフが参加し、審判や選手の誘導、投げたディスクの回収などで大会運営を支えました。続きまして水戸市からのリポートです。男女共同参画社会を担う女性リーダーの育成に向け、女性を海外派遣するハーモニーフライト茨城2014の結団式が25日、県庁で開かれました。結団式では、来月28日にイギリス、ベルギーを訪れるメンバー15人と、リーダーの長谷川紀子さんが橋本勝知事らから激励を受けました。幅広く調査研究を女性の視点というものは極めて大事なものになってくるのではないかということで、そういった点でも皆さん方にですね、いろいろ他を見てくることによってですね、ヒントを得ていただけたらありがたいと思っておるところであります。皆さん方元気で、素晴らしい視察をされてこられることを心からご期待を申し上げ、そして今後の活躍をご期待を申し上げて挨拶いたします。今回訪問されるベルギー、イギリスでは実際にそれを見、その歴史の重さを見聞することはもちろんのこと、ただ単なる形式上のものではなく、その国の、そこに生きる人々の心の奥底に培われてきた人的資産ともいうべきものをしっかりと取得することができるように、しっかり研修してきていただきたいと願っています。結団式でリーダーの長谷川さんが決意表明しました。決意を申し述べ、男女共同参画社会を推進するためにはどういう仕組みを作ったらよいのか、いかに男女が共に力をつけていくか、先進的な取り組みや制度を積極的に学んできます。一行は9月28日から10月5日まで8日間の日程でイギリス、ベルギーを訪れ、男女共同参画や環境、福祉、教育など幅広い分野で見聞を広めます。改めて、決意を固くいたしました。メンバーの皆さんも同じ気持ちだと思います。男女共同参画社会が大変
進んでいる国でですね、女性だけじゃなくて男性もどういうふうな位置づけになっているか、あるいは男性の協力はどうなのかなっていうような点も含めて、見ていきたいと思います。帰ってきてからは各一人一人がですね、地域で、貢献できるようなそんな研修をしていきたいと思ってます。本当に期待を寄せてくださっている方のためにも、ベルギーとイギリスでしっかり調査研修で学んできて、その学んできたものを私たちの地元にこの次世代につなげられるように、しっかりと活動をしていきたいと深く決意をしました。日本の状況とベルギー、イギリスでの子育ての状況、そしてまた男女共学についての意識、そういうものをしっかりと学びたいなと思いました。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。以上、茨城新聞リポートをお送りしました。続きまして、 IBS 茨城放送からのリポートを3本続けてどうぞ。茨城県で7月に行われた全国高校総合文化祭の生徒実行委員会の解散式がこのほど水戸市内で行われ、2年余りの活動を終えました。生徒実行委員会はおととし結成され、7月の全国高校総合文化祭ではイベントの企画・演出を手掛けるなど大会運営の中心的な役割を担いました。この日、水戸市の茨城県青少年会館で行われた解散式には、業務別・部門別委員会の90人の高校生が参加しました。挨拶に立った生徒実行委員会の委員長で、茨城高校3年の須野理恵さんです。2年半準備してきた総文祭が終わりました。7月27日からの5日間、本当に短いものでした。総文祭に参加する高校生の最高の舞台を作り、茨城の魅力を伝えようと努力したこと、23部門のすべての会場を笑顔にし、その笑顔を通して生まれた交流を続けること、活動にあたってたくさんの先生方や家族、地域の方々の協力があったことを深く感謝しています。本当にありがとうございました。そして大会のスライドショーを見ながら大会を振り返るとともに、大会のイメージソング空へと続く道を全員で合唱して締めくくりました。解散式のあと、生徒たちはそれぞれにこの経験を卒業後の仕事に生かしていきたいなどと話していました。私今3年生で受験なんですが、介護福祉系の方に進もうと思っていまして、そちらでも今回学んだように人と接することの大切さを学ばせていただきましたので、そちらでもそちらをそれを活用して生かしていければいいなと思います。はい、今回はどちらかというと接客っていうのが一番のメインな活動でして、やっぱりお客様のそういうどういうのを欲しているかっていうのをしっかりとキャッチして、でお客様の要望に応えていくっていうのが多かったんで、社会生活に出るとやっぱり人間との関係っていうのが増えてくると思うので、相手の意思がどういうものを欲しているかっていうのを考えて、例えば会社に入ったら上司との関係とかそういうところでも役立てていけるのかなって思ってます。せーの、皆さんこんにちは。
下諏訪市果樹連合会会長の海老沢です。私たちは代々受け継がれてきた梨畑から甘い梨をお届けしております。心を込め手間をかけて日々梨作りに取り組んでいます。私たちが作る梨はシャキッとした歯触りと甘みを含んだ水分が喉越し爽やかな果実です。さらに程よく冷やしますと甘みが強くなりますので、食べる2時間ほど前に冷蔵庫に入れてお召し上がりください。おいしい梨作りに励み、おいしい梨作りを探求し、一度毎年勉強しております。旬の味覚をぜひご堪能いただきたいと思います。皆さんこんにちは。龍ヶ崎市でラーメン屋を営んでおります、麺屋高見の高見です。当店では豚骨スープの醤油味、味噌味、塩味のラーメンをご提供しています。そんな当店のおすすめメニューは自家製チャーシューの乗ったネギチャーシュー麺とチャーシュー丼です。丹精込めて作り上げた自家製チャーシューはじっくりと煮込みトロトロの仕上がりで、一度食べれば納得していただけると思います。ラーメンは 100% 豚骨スープでありながら、丁寧なアク取りで臭みを消しさっぱりと仕上げてあるので、お子様や女性の方にも喜んで食べていただけるラーメンです。当店はカウンター席のみだった店内を改装し、テーブル席を多く設置しましたので、ご家族やご友人と来られてもゆっくりとおくつろぎいただけます。なおチャーシュー丼は毎月第1日曜日に龍ヶ崎のにぎわい広場で行われているマインバザールにも出店しています。龍ヶ崎市にお越しの際は当店麺屋高見にお越しください。お待ちしております。今日は塩ラーメンをいただきました。さっぱりしてて美味しかったです。いつも醤油と味噌と塩と迷って、今日の気分が塩だったんで塩を頼みました。なかなかここまで太い麺のラーメン屋さんがないんで、いつも太麺のラーメン屋さんを探してるんですけど、ここは特に美味しいのでいつも食べさせてもらってます。味噌ラーメンは好き？好き。何ですか？